挟まれたところに投げ切れるんだったらズレータはほとんど当たらないと思うんですよね。問題はそこにコントロールできるかどうか。逆に来た右中間、また長打になりそうです。三塁回ってくる、回ってきます。1点先取しました。両外国人で先取点を取りました。やっぱり構えたところにはちょっと来なかったんでしょうか。アウトコースから本当ずれたの位置には繋がってないですけども、はい、昨日のホークス戦のヒーローです。これも見事なバッティング。三塁回る、回ってくる、2点目が入りました。右打線成功です。バレンタイン監督9球目、右にどうかな、ぬーっと入った。今シーズンの第7号、粘って粘ってずれた右方向に持っていきました。第7号のソロホームランが出ました。4対3、試合展開は分からなくなってきました。ズレータの一発、この勝負はなかなか見応えはあったと思うんですが、ショートの頭、ワンボールヒットになる。二塁ランナー三塁キャンバスを蹴ります。1対1同点です。レフトスタンドが揺れます。いい仕事しました。スイングも、ね、早いし、はい、鋭い弾道だ。高々が上がっている、入りました。ツーランホームラン、やはり西口キラー、第23号。3対1、西口から今シーズン3本目のホームランです。細川弾いている、三塁ランナーホームに突っ込んでくる。4対1、ワイルドピッチと記録されました。痛烈な打球だ、ライトフェンスにぶつかった。ランナー2人が帰ってきます。マリーンズ先制、2対0。0-1 からのスライダーだと思うんですけども、はい、どうけども、痛烈な打球だ、見送った、入りました。第13号。弾丸ライナー一直線でライトスタンドに運びました。いやいや高めのちょっとボール気味の球だと思いますけども、上から打つ左中間、レフトの前に落ちる。二塁ランナー三塁キャンバスを蹴りました。ホームに帰ってきます。4点目が入りました。4対0。大松この打席では涌井からヒットを放ちました。やはり前初球打っていく、右中間にボールが飛んでいる、抜かれました。5点目が入りました。5対0です。手を
叩きます、バレンタイン監督。まあ、フォアボールの後の1球目ですよね、鉄則ですから、どっかずれてますね、今ね。しかし、セカンドの左、抜けていきます、もう1点入りそうです、6対0です。いやただ今のはヒット出ましたけど。